石丸さんが大変だ。秋高田市の元市長、均等のバトルが人気すぎて、リアル半沢直樹割れ人気、切り抜きも容認した結果、めっちゃ再生数稼げる模様。味しめた切り抜きさたち増え、ひろゆき並みに切り抜き増える。そんな石丸さん市長やめて、石丸真嗣の人生くらいならかけてみましょう。小池さん蓮舫さんに負けじと現在を追してる模様。日々街頭演説頑張る中、ライブ配信すればど刹那まま、日本一世界3位、切り抜きもガンガン増えていく。いろんな人とコラボすりゃめっちゃ伸び、討論じゃ小池さんに噛みついたり、コメ欄ほぼ応援の声だらけ。そんな中とある YouTuber が、サワヤンさんが大変だ。とある配信中に石丸さんに対し、非常に今石丸師匠好き、応援したいなという気持ちで、そん時はコメ欄平和だったが、その後珍しく報告のが、どうやら炎上してる模様。応援しただけで一部のコメ、とんでもない暴論、陰謀論、とんでもない言葉ありました。どうやら案件と思われたり、外国籍が口出しすなとか、石丸上げの不調キモいとか結構言われている模様。それについてしっかりアンサーする、建設的な議論しろよ。人気が高いがアンチもいる模様、ネット盛り上げてく石丸さん。コムドットさんが大変だ。最近炎上もなことなしや、なんと約1年ぶりに登録者が増加に転じる。というのもコムドット1年前ヘイフラとの外で大炎上、その後何かやりゃまた炎上、じわじわ登録者減り続ける。そんな中やっとこっさ増加に転じ、最近何したのかと思ったら、別に特になくいつも通り、話題がないと増えていく模様。粗品さんが大変だ。宮迫の騒動はあったが、今度は藤原さんが切れてる。一体何があったのか、まさかの400万再生近く。どうやら粗品のこの言葉、まあ、この人当て逃げしてたんですけど、でちょっと謹慎していて、今回復活したと、一緒にまたちょっと頑張っていきましょうみたいな。ただまだちょっと復帰早ない。4ヶ月前の動画だが、このタイミングとばかりにアンサー出す。なんか俺の復帰なんか早すぎるとかお前言うてたな。なんでお前そんな言われなかった。結構怒ってると思ったら、だから早すぎる、ちょっと早はお前正しい。さらに宮迫のこの言葉、そしたら言ったらテレビに出た時の俺を超えてから言う。お前かけてフジモンさんが、なんだお前ヒット番組作ったか、ヘキサゴンみたいな番組作ったっけ。視聴者コメ欄超評価、さらに原西さんも、おいそちら全く俺のこと言いすぎなかった、俺も出せねえ、うん、一回言うな。結果コメ欄は大絶賛、宮迫のアンサーの時とは違う評価を得る。藤原さんの株が上がる。ちょんまげ小僧が大変だ。昨年はバズり散らかして、登録者1ヶ月で100万、流行語大賞や CM にも、絶頂期には再生数300万から400万、それが今では10万回いかない時もある模様。登録者数も減っていて、ネットじゃオワコン言われ出す。そんな中報告動画出る、何やらいよいよ
やばそうだ。報告何かと思ったらまさかのアパレルブランドやる。だけど中学生ですごすぎとコメラン優しい声多数。